無敵の原稿はなぜ日本に勝てなかったのか。13 0 0 0キロはじめ世界は現地を猛古モンゴールによって制覇されてましたね。東はこの朝鮮半島からもうヨーロッパの近くまでですね、このモンゴルは世界を制覇しておりました。まあ当時の 中国半島は高麗と言っておりましたが、この世界最大の領土を保有したモンゴル、ゴ・ゲンですね。これは短くて非常に強力な弓とよく動く世界最強の騎馬隊が特色だったんですね。この雄大な遊牧地を馬で駆け巡る。 これが最大の特色だったわけです。この元が1260年、日本の鎌倉時代ですね、皇帝となったフブリは日本に国交を求めたんです。そして、日本を属国にしようと何度か国書を鎌倉幕府に送ったのですが、無視されました。そして、 ついに日本侵攻を決断したんです。まあ我々の歴史で原稿という言葉を聞きますが、原稿とは日本の鎌倉時代の中期に現地を及びその属国である高麗、まあ当時の朝鮮半島を支配してた、二度にわたって日本侵攻をした、その戦争の総称を原稿と言ってるんですね。まあ,あ学校の 授業では2回とも暴風によって現行は撤退したという具合に習っております第1回目日本へ攻めてきたのは1274年の文英の駅2度目がそれから7年後の1281年公安の駅でございますまあこの2つの侵略戦争を簡単に見てみたいと思うんですが 1274年の文英の駅というのは、現軍はですね、2万5千人。すごい数ですね。から船は900隻。まあ、軍船が300。それから補給船が300。それから上陸艇。まあ、えー、海からですね、日本へ上陸しなきゃいけませんから、上陸するための船が300の軍で日本へやってきたんですが、攻めきれずですね。まあ、 集団戦術や火災を使用して、いろいろな攻めをしたんですが、まあ最終的にまあ,まあ暴風で大損害を受けたということになってますね。それから1281年、7年後の港湾の駅、ここはなんとですね、14万人、まあ朝鮮半島方面から4万、約900席、それから シナ海南シナ海の方からですね甲南軍が約10万3500というもう大軍でですね再び日本に来襲したんですねそこで最終的に博多に上陸しようとしたんですがなかなか日本の守りが厳しくしかもまあ食糧事情もだんだん厳しくなってそれから船での疫病も流行ったそれさらにまあ大台風の上陸で 軍はもう殲滅したという具合に我々教科書で習っております。陸での猛攻騎馬隊というのは無敵だと。ところがこの日本へ来るためには海を渡らなければいけない。この猛攻騎馬隊の特色というのは馬を中心とした広い場所での機動力が、まあ、大陸を制したんですね。 そして原稿についての最近の調査では元軍はですね、波の荒い限界などを船で移動するという過程で人馬ともにかなりのダメージを受けて日本と戦う前に軍の体制は崩れたといやだから大陸で戦う戦いと海を渡って戦うその戦いの前提が違っているということですね。得意の騎馬隊を使うこともななく、戦えなかったわけですね。 まず上陸をして大きな戦争をする過程まで至らなかったそれではなぜ無敵の原稿は日本に勝てなかったのかこれは最近の研究でいろいろなことが分かってきましたまあ今日はですね2022年8月19日今日 NHK 番組の「歴史探偵」という番組を見ておりましたら原稿モンゴル帝国の秘密というのを 見ててててままましししその内容を今日はちょっとまとめおお話ししておりますでこの原稿が日本に勝てなかった理由っていうのはまあ単純に台風が来て撤退したというような教科書では習っておりますが実際はですねこの今回の現の日本侵略戦争というのは陸上での移動ではなく 朝鮮半島から博多への大移動にです、ね、船で約17日間かかって玄海灘の波は非常に強くですね、まあ、彼らは約1 6 5メートルの平底船を使ってたんですね。でこれが大揺れに揺れに揺れてですね前後に戦う前に人も馬もですねもう大きく体調を崩していたと思われるこれが第一点ですね。から第二点目 その移動のための船なんですがこれがですね平底の船であったまあ、えー、中国ではだいたい V 字底の船を使っているんですがねこの外国へ行き来するところが価格と納期との関係でこの V 字船を作ることなくですね高麗式のその平底船にした。 そのためにですね、この玄界などでの前後の揺れが激しくですね、これは馬だけじゃなく、もう人間もですね、もう体調を崩した。それから3番目にですね、馬というのは陸上でも非常に繊細な動物なんです。それがですね、17日間という海の上で揺れに揺れる、まあ陸上でですね、 その、車で移送させるだけでも、通常の心拍数40ぐらいがですね、車に乗せて移動することによって、もう倍以上に増えるんですね。それで、まあ、精神状態も非常におかしくなって発熱するというのが馬なんです。で、この日本との戦の場合は、なんと、一つの船にですね、馬5頭を乗せてたというんですね。で、軍船が300だと、 まあ、1500頭の馬が運ばれたとこの1500頭の馬がですね揺れに揺れる船でしかも1時間に2時間じゃないんですね17日間これではですね馬はもう既に機能ができない状態ではなかろうかとこういうことが、まあ、専門家の間では言われてるわけですねで港湾の駅、えー、1281年ここでは最終的にですね博多1箇所の 上陸を試みたんです、ね、まあノルマンディー作戦でも5か所に分けて同時に攻めたから、まあ、どこがダメでもどこかがいいということになるんですがこの元軍はですね博多1箇所に上陸を試みたわけでね集中してところが日本軍はさまざまな仕掛けをしてですね上陸を阻んだとそして時間を稼いだと。まあ、そのたためににですね会場にいた 元軍はですね、徐々に食料調達が困難になる。それから船での疫病が流行る。そして最終的には台風が来た。そしてもう軍はまあ全滅したと。それから5番目はですね、鎌倉幕府は元がもう来るということを想定して長い時間をかけてですね、周到の準備を重ねたと。それで海、 上陸ででの戦いで日本が有利だったと、まあ、上陸を阻止したわけですねですから騎馬隊が機能できない状態であったとそれが日本がまあ現の侵略を防げたという一番の理由ではなかろうかと今日の NHK の歴史探偵番組を見ていて私はそんなことを感じましたそんなことをちょっと今日は一枚でまとめてみました。